そうか、できたか。いや、よくやったな、新崎。あとは任意のタイミングで始めることができる。いつ始める？6月21日にしようと思っている。6月？そうか、あの日か。よし、6月21日にしよう。これでやっと。そうだな、決着をつけよう。大変ですよ、こっちは。はい、ちゃんとやってますよ。もっと大勢死んだ方が良かったですか。まあ、これ以上はあまり期待できませんね。ほとんど避難しているみたいですからね。新崎ですか。まだ生きてますよ。簡単に死なせませんよ。家族をやった意味がなくなりますからね。奴とは親友ですから、これからも仲良くしていきますよ。明日には終わると思います。それでは失礼します。なんだお前は。新聞記者、油断も隙もないな。どうします、殺しますか。そうだ、いや、こいつに構っている時間がない。
このままここに放っておく。良いのですか？そのうち、ビルごと沈むだろう。わかりました。行くぞ。編集長、戻ってきたか？書類は持ってきたか？はい、それより大丈夫ですか？ちょっと足をやられた。歩けそうにないな。とにかく早く外に出よう。ちょっと手を貸してくれ。生き延びて記事を書かないと死んでも死にきれん。わかりました。
そうだ、高原建設には誰かいたか？いました。多分八田という人だと思うんですけど。八田？役所のポスターに出ている人だと思うんですが。なら土地造成局の八田だな。なんで島にいるんだ？誰かと連絡を取っていたみたいです。いいか、このことは誰にも言うな。悪いが君も、いいか。陣内さんにもですか？当たり前だ、あいつは商売敵だぞ。これはすごいぞ、いよいよ島から出ないとな。陣内は昔から無茶はしていた。進んで危険な取材ばかりしていたな。これは俺の推測でしかないんだが、あいつは子供の頃に家族を事故で失ってる。あいつを残して全員な。それを自分だけが取り残されたと思っている節がある。あいつの取材に対する姿勢は大したもんだ。ただそれが死に急いでるようにも思えてな。心配しすぎかな。ここで首都島地震のニュースをお伝えします。島の中央部で大規模な救助が始まりました。今回の救助は救助船つらゆき、たらみね、なりひらの3隻で行われています。ここで首都島上空のヘリコプターから中継が入っています。こちら首都島上空です。救助船つらゆき、なりひらの2隻は集まった住民をほぼ乗せ終わり、まもなく帰港するものと思われます。もう一隻のただみねは現在もさつき公園に集まった住民の救助活動を行っています。さつき公園周辺は水没した建物などで接岸できず、救助活動が若干難航している模様です。上空から見た限りでは住民に混乱は見られず、
救助は順調に進んでいるようです。午前中には只見でも救助活動を終了すると思われます。首都島上空からでした。政府の発表によりますと、今回の救助で生存者の避難はほぼ完了するとしており、今後はヘリコプターによる捜索が中心となるということです。あなた一人ですか？そうですか。では準備をしておきますからお願いします。
では一旦船の方に連れて行きますから、あなた方はしばらく待っていてください。よろしくお願いします。また、そんな。